こんにちは、なみさん。動画の方を2本送っていただきましてありがとうございました。まあ、音声付きのね、15分バージョンの方。まあ、このぐらいだったら私の広島でも、まあ、1年に2、3回ぐらいは、まあ、1回ぐらいかな、あるかないかってことで見かけるんですよ。もう一つのね、30分ぐらいの動画があるじゃないですか。まあ、音声のないやつ。これはね、もう私の街では見ることはないですね。県北、中国山脈沿いとか、山を越えて島根県の方ではこれはあると思います。 実際にね私が島根県で仕事をしてたのもう20年ほど前なんですけどもあの1階部分がスポッと埋まって2階から出入りするっていうねそういう風なこともありましてまあ仕事に行って雪が降り出したらもうね帰れなくなっちゃって山道を。 で、そのまんまお客さんのお家に泊めていただいて、風呂まで入れてもらってね、うどんまで出てきて、で、いにはね、あの、裏の山がいらねえかとか、やるわ、とかね、軽自動車いつでも使いなさいとかね、孫娘をお前嫁にやるよみたいなこと結構言われたのを思い出しました。いやーでもね、ほんと、雪ってのは、一つ、こう災害でしょうね、これはね。実際に雪崩が起きたとかね、道路が寸断された陸の孤島だっていうことにならなくても、まあ、 まあ災害予備軍といいますかね災害の前の災害みたいな感じでうーん考えられるかなとまあそもそも暖房費って割と高くつくと思うんですようんそれから雪かきに要する時間とかっていうロスとかねさまざまな点でえまあ人間の活動にいろいろと問題が起きてくると喜ぶのはまあ子供ばかりかなっていうところですまあ子供がね雪降って喜ぶ気持ちは本当 いつの間にか私たちは暮らしの中で失ってしまいましたけどもせめてね子供たちが雪で喜ぶ姿っていうのはまあ温かい目で見てあげたいですね最近ね公園で遊ぶ子供の声がうるさいからっていうんであの公園をこれどうですかね あの、雪の災害で公園が使えなくなるとか、道路が使えなくなるっていうのは、もうみんなでね、なんとかしないと協力することではあると思いますけども、子供がね、少子高齢化で国の宝と言われて、それでも貴重な存在なのに、お年を召された方が子供たちのそういった自由な公園というね、遊びなさい、騒ぎなさいっていう場所を奪っていってしまって、結果、子供たちの遊ぶ場所が、 スマホとか家の中でカードゲームをするとかっていうふ、ね、うにね子供は風の子を奪っていってしまってるのかなとひいては将来の介護の担い手を自らがこうやって封殺して分断してしまうと年齢重ねていけばいくほど自分のことばかり勝手になってきてね他者に道を譲るとか若い者のために道を開いてあげるっていう気持ちが薄れてしまって。 たのはちょっとととと切なないことなといこか思ますで、えー、と前回ね国会の質疑でれいわ新選組の山本太郎さんがねまた出てきたんでこれ山本太郎さんの国会って面白いんですよ。本当に言いたいこと全部言ってくれるんでね例えば今回はロスジェネスへの救済をなんとかしろよともう60になっちゃうだろうということを中心にいろいろと切り込んでくださったんですよ。というのがやっぱりこう自民党の政治金融計画財政計画の失敗によって。 就職氷河期というものに見舞われた時何の補助も受けれなかった方が今50代になってるわけですよ私と同じ年代で一回も年収200万以上になったことがないとかね一回も正規雇用になったことはないとそしていずれ自分も社会を背負って自分の家族を守って苦しい中でも生き生きと生きていくんだろうなと思いながら過ごした10代20代っていうねその時期のもう夢が 現実崩れ去って、今50過ぎてね。ああ、俺には家を建てることもできなかったばかりか。なんか家庭も持てなかったなと。自分に子供が生まれてたとしたら、どんな子だったんだろう男の子かな女の子かなどんな名前つけたんだろうか。ああ、ついに俺はそれができなかったな。私はできなかったなと。気がついたらもう50で、もう10年もしないうちに、60歳、還暦がしちゃうよと。 もう老後の心配だ本当になんでこうなっちゃったんだろうと自己責任だったのかなっていうふうにね自分を責めながら人生に絶望してその中でなんかね楽しくにぎやかにやってる人を見るとどこか切ない置いてかれたような気持ち自分は社会の一員として認められたような気持ちいやそれだけならまだもうこうなったら大暴れしちゃうかみたいな感じで。 これからね、もしかして焼けっぱちの単なる目的のない犯罪ってのがさらに起きてくるのかな治安が悪くなるのかなそれがだからロスジェネって言われた人がね今度は自分のジェネレーションをロストするんじゃなくて他社のジェネレーションもロストし始めるというねそういった腹いせ時代に入ってくるのかなと思うとこの前ね、えー、NHK 党からあの 立候補ししようとしている27歳の女性共働きで3人の子供を抱えてね年収460万で出ようとしている NHK 党から出ようとしている女性が実は自分の身内がね自民党でいてそこから圧力をかけられて結局出馬をやめるっていうことになったらしいんですよ。ですぐに NHK の田島さんが電話で「どういうことなんや」 で聞いていただいたら「いやそんな圧力かけるつもりはないよ」みたいに言うんだけども結局いろんな話をする中で、うん、無意識な無自覚な圧力をかけてその女性にね出馬を諦めさせるような誘導をしていったということにまあたい察しがついてるわけなんですよね。でせっかくねこの手取り460万で子供たちを何とか未来に送り出そうとしてそのためにはもう今の。 政治体制とか行政に任せてやったらダメだから自分がそれを変えていく立場に行きたいんだっていう,うに、うに、ん、そんなにあれですよね。共働きで460万、子供が3人ともなると、それでも女性ですからね。その忙しい中で政治を何とかやって自分も、そして自分と同じような立場の人も変えていくんだ。年収900万、1000万の人に私たちの気持ちなんてわかんないや。そもそも共働きもしてないような政治家さんに何がわかるのと ててもせずに政治っっこばっかりでやってるそういった既得権益の人たちに私たちの暮らしなんて全然見えてこないよみたいな気持ちで立候補したのがなんか今回ねちょっとされるようなことがあって、まあ、何やってんだと思いましたよ。で特にその27歳の女性は身内に自民党の議員さんがいらっしゃるのに自民党が当てになんないから NHK 党みたいなところに頼ってきたわけなんですよ。そそれも分からずににののの自自民党の方はね自分の議席を守るために 若い方が27歳のしかも身内の方が立候補しようとしてるのを子供が生まれてばかりで何やってんだよみたいな感じで止めてるわけですよあじゃあ女性が出産と同時にねそういうふうな政治に志すことはダメなのかとそうじゃないとどんな状況の人でも何かがやりたいんだ政治家になりたいんだどんなことがやりたいんだったらそれを実現させてあげるために下支えするのが政治家ってもんじゃないですかみたいなことをね立花さん当たり前のこと言われててその通りだと思いますよ どんな立場の人もどんな条件の人も思ったことができるように何ができるだろうかというふうに考えていくのが政治家の役目なのにどっちかって言ったら政治家さんが自分の立場を守るため自分が楽しく面白く利権を確保しながら生きていくためにその立場を乱用しているのが政治家っていうふうな形になってきてるんではないかなというふうに見えて余計に自分の私利私欲抜きに国民市民生活に寄り添っている NHK の立場の高橋さんとかね それから浜田聡参議院議員の活躍とかねこの浜田聡さんの活躍ってむちゃくちゃすごいですよ。さすがに東大も京大もも京出たた <laughs> 先生だなと思いましたね、うん、で粛々と面白みはないんだけども粛々とね業務をこなしてその行政や税制の矛盾点をついて全ての増税を反対すると。 うんむしろ税金は計算したら余ってるからもっともっと減税しなさいというふうに、ね、今追求してくれたりとか実際に法案が変わったりとかしてるのをたった一人でやってるんですよね。でしかもたった一人で何でできるかっていうと自分一人だったら時間が質問時間予算委員会な中で取れないけどもガーシー議員っていうのがドバイにいてその人の議席とその人の割り当て時間があるから二人分時間が使えるそうなんですよね。だかからいろんなことを細かく追求して 変えていくことができるっていう,ふうなねえでもたった2人でね国会議員でできるんだったらなんで立憲民主党とか他の政党はできないのかなと思ったらやっぱりね一人一人の考えを言うことに時間使っちゃってるんですよね具体的に言うと自民党のあいつが悪いこいつをクビにしろみたいなことでもう時間使っちゃってて政策とか課題の方に全然行ってないっていうのが現状なんですよね行かなければ自民党の出した法案がそのまま通るだけですからね。 だから自民党が出した法案をこう変えていこうああ変えていこうってことに一生懸命やっていく、うん、だからそのためにはもう政治家のスキャンダルなんてほっとけみたいな感じなんですよねうんだから不倫をしたとかね裏金を使ったとかそれはそれで追及しないといけないと思うけども、うん、NHK 党っていうのはそういった立憲民主党を主にする野党の、うん、あいつを下ろせこいつを下ろせみたいなのにもう同調せずに粛々と国民のための法律をね変えることに。 うん、やってくださレア、ねまあ、新選組もやってますけども、うん、だからすごく政治が見えるようになってきたなとその中でやっぱこうね雪国問題とか燃料高騰問題とかやっぱ取り組んでくれてるんですごくういいなと思いましたねなんかますますあの国会中継見るのが楽しくなってきたかなとで私の場合は国会中継すごくレアルタイムで見ると時間かかるんで、あのー、全部終わった後にねまとめてあの倍速で見るみたいなことしてるんですけど やっぱたためになるなると思いましたこういうふうな考え方を持たないといけないかなとかねやっぱりああんか政治の世界に自分自身も入っていきたいなって思いが募るばかりですねはいということで今回は以上ですなんかいろんな話しちゃいましたすいませんじゃあまた明日寒い中お疲れ様です